こんばんは47。目的地は最先端のクチュールブランドサンギーヌがパリで主催するファッションショーよ。ターゲットは裏社会で暗躍しファッション界の王となったビクター・ノビコフとその恋人で元スーパーモデルのダリア・マーゴリス。ファッション業界のトップに君臨すると同時に世界で最も危険な2人とも言われているの。彼らの実の正体は世界中の機密情報をネタに暗躍するスパイ集団イアゴのリーダーよ。私腹を肥やすためなら卑劣な行為をも厭わない連中は世界中でセキュリティリークを発生させ大混乱を巻き起こしているの。クリミアの分離独立派がオデッサ原発をメルトダウンさせた時、セキュリティネットワークへの侵入を助けたのがイアゴだった。さらにヘルナンデス大統領が乗った航空機をデルガドの麻薬組織が撃墜した際に事前情報を提供したのもイアゴだった。そして今回ノビコフとマーゴリスはイギリス諜報機関に所属するエージェントの NOC リストを入手し闇オークションにかけようとしているの。今回のクライアント MI6 の依頼はこのリストが流出する前に2人を殺害すること。会場は厳重に警備されているわ。それに多くの目がビクター・ノビコフに注がれているはず。ただそんな彼もイアゴにとっては資金源でしかない。真のターゲットは美貌と知性を兼ね備えたダリア・マーゴリス。彼女は組織の頭脳にあたる人物よ。ターゲットは2人。人であふれかえる会場、一見して到底不可能な任務ね。でもあなたにとって壁は高い方が魅力的でしょ。準備は一任するわ。おはよう47。今回はサピエンツァに向かってもらうわ。アマルフィ海岸の宝石とも呼ばれる町よ。標的は私たちの元クライアントであるシルビオ・カルーソー。生物工学のスペシャリストで今はエーテルコーポレーションに雇われているわ。幹細胞研究で高い評価を受ける彼は恐ろしいプロジェクトに関わっているの。それは特定の人間を選んで感染させることができる DNA 特異型ウイルスの開発よ。あらゆる方向に撃つことができて標的だけを確実に仕留められる弾丸を想像すればわかりやすいかしら。しかも誰の目にも見えず探知もできない代物よ。もしもカルーソを止めなければ誰もが何のリスクもなしに他人を殺せる世界になってしまうわ。クライアントは匿名の大手株主でこのプロジェクトを中止させたがっているけど、エーテル自体が潰れることは望んでいないわ。依頼内容はシルビオ・カルーソーの始末とプロトタイプの未完成ウイルスの破壊、それとカルーソーの研究所を指揮するフランチェスカ・デサンティスも始末する必要があるわ。彼女はカルーソーの研究内容をよく理解していて、彼の後を継いでプロジェクトを続行させる可能性があるの。47、これは今までのどの任務とも違う。このウイルスは私たちの仕事だけでなく理念にも大きく影響を及ぼす。失敗は絶対に許されない。準備は一任するわ。ごきげんよう47。今回の目的地は暴動が起きつつあるモロッコのマラケシュ。ターゲットは2人、クラウス・ストランドバーグとレーザ・ゼイダン将軍よ。彼らは脆弱なモロッコ政府の転覆を画策しているの。元銀行取締役だったストランドバーグはモロッコ国民から巨額の預金を横領し不正投資の疑いで裁判を控えていた。ところが今日未明、何者かが護送車両を襲撃しストランドバーグを解放してしまった。その際数名の犠牲者が出たわ。ストランドバーグはスウェーデン領事館に逃げ込んでる。そして怒りに満ちた民衆は彼の身柄をモロッコ当局に引き渡すよう要求している。我々はゼイダン将軍が国家規模の暴動を理由に戒厳令を発令できるようストランドバーグのことを利用したのではないかと推測しているの。近くの学校に本部を構えているゼイダン将軍はこの暴動を利用してラバト政権の弱さと無能さを民衆に見せしめ、国家の安全保障の名のもとに軍部を説得して大規模なクーデターを計画している。
クライアントは建設業者のハミルトン・ロー。政府からの事業を大量に失ってしまう懸念からクーデターの阻止を依頼されたわ。ゼイダンの反乱軍を無力化し、暴動がこれ以上激化しないようにして。つまりこれは二重契約。政治的にかなり危険な依頼だから用心してね、47。国家の運命がかかっているの。準備は一任するわ。おはよう47。今回の目的地はバンコク郊外のヒマパンホテル、チャオプラヤー川に面した高級リゾートよ。メインターゲットはジョーダン・クロス、人気インディーロックバンドザ・クラスのリードボーカル。待望のセカンドアルバムを収録中よ。この男には一つ知られたくない秘密があるの。1年前、ニューヨークにあるクロスのペントハウスで才能ある若手女優ハンナ・ハイムーアが転落死する事故があったの。警察は事件性はないと断定したけど、彼女の両親は納得していない。クロスがハンナを殺し、父親の力を使って罪から逃れたと確信しているわ。億万長者のメディア王トーマス・クロスの影響力ね。もう一人のターゲットはケン・モーガン。クロス家の顧問弁護士である彼も同じホテルに滞在中よ。彼はとても狡猾な男。ハンナ・ハイムーア殺害事件でジョーダン・クロスを無罪放免にした張本人なの。ハイムーア家は当然ながら報復を求めている。法で裁けないなら ICA が裁くまで。準備は一任するわ。